こんにちは、ハリーです。このチャンネルは、息子が初めて歌った歌は、七海ひろしのちゃんとだったハリーが、ジュビロ磐田を中心にサッカーについて語っていくチャンネルです。お気に召しましたら、チャンネル登録の方をお願いいたします。今回は、ジュビロ磐田が、中断期間中に獲得した選手の起用意図と、中断明けでジュビロ磐田はどのように戦っていけばいいかということについてお話ししていきたいと思います。中断期間前からですけど、獲得した選手に金子選手、伊藤槙紀選手、高野選手の3名が、を今のところジュビロ磐田は、獲得したと。で、金子選手については前回の YouTube でお話ししておりますので、気になる方は、そちらを金子選手についての YouTube 動画をお聞きいただければなと思います。というわけで、今回は伊藤槙紀選手と高野選手について話していきたいと思います。で、伊藤選手、高野選手の両2名の選手は横浜 F ・マリノスからの獲得と。で、横浜 F ・マリノスといえば、ポステコグルー監督による特殊なサッカー、超攻撃的なサッカーを展開していたチームなので、横浜 F ・マリノスのサッカーにおいて、センターバックとサイドバックは非常に重要な位置を占めていたポジションなので、その2つのポジションの選手を獲得できたというのは、ジュビロ磐田にとって大きな戦力になりうるなと。特にジュビロ磐田は、8連勝中はそうでもないんですけど、前半で結構ビルドアップの面、さらに伊藤洋輝選手が抜けてしまった2試合というのは、結構ビルドアップの面でやや不安を抱えていた、3バックの守備の部分でもやや不安を抱えていたチームなので、そこの不安の解消という意味で、伊藤槙紀選手の獲得は非常に大きいなと。伊藤槙紀選手は3バックであればどこでもできる選手なので、基本は左の、3バックをやるとしたら左のバックに入るだろうなと、予想できるんですけど、もしかしたら、鈴木優斗選手もバックで使うとしたら、伊藤槙紀選手が真ん中をやる可能性も否定できないなとは思うんですけど、基本は森岡選手、大井選手、伊藤槙紀選手っていうのが、3バックのスタメンになるのではないかなと思うんですけど、結構鈴木優斗選手のビルドアップっていうのも、ロングフィードっていうのもかなり効いていたので、鈴木優斗選手をどう使うかっていうのも、1個の中断明けの、ポイントになるのかなと思っております。それでさらにね、この伊藤槙紀選手のみを獲得したのであれば、3バック伊藤洋輝選手の代わりに伊藤槙紀選手を入れて、3-4-2-1という前半と同じ戦い方をしていくのかなと思ったんですけど、ここに来て高野選手、左サイドバック、しかもレフティの高野選手を獲得したことによって、ジュビロ磐田は4バックの可能性も出てきたなと。4バックの真ん中2人を森岡選手、伊藤槙紀選手にして、左サイドバックに高野選手、右サイドバックに小川大輝選手、鈴木優斗選手を入れることで、左と右のセンターバックとサイドバックの選手っていうのはコンビネーションとして問題ないので、その4バックというのも非常にありだなと。横浜 F ・マリノスのサイドバックというのは、偽サイドバックであったりとか、もう本当に何でもこなす、何でもできなければいけないポジションだったので、で、ダゾーンの高野選手のプレー集を見る限り、結構内側に入って、偽サイドバック的に中央にのボランチ的な役割をこなすこともできる選手っぽく見えましたし、インナーラップとか内側、アウトレーンだけじゃなくて、ハーフレーンをうまく使った攻撃の組み立てができる選手なので、伊藤洋輝選手が担っていた攻守のつなぎというか、ボールのつなぎの部分も高野選手が十分にカバーできるので、4バックにして、後ろ、高野選手が、伊藤洋輝選手が担っていた攻撃の部分を担い、守備的守備の部分では伊藤槙紀選手がセンターバックとして入るっていうのも、非常に硬いのかなと思う次第であるので、この2選手を獲得したことによって、ジュビロ磐田の戦術、攻守にわたる戦術面は非常に広がりが持てるなと。ジュビロ磐田の選手層というのは J2 屈指の選手層になったので、中断明けの
ジブリ岩田の戦い方として、もう戦士層でぶん殴りに行くっていうのは非常に有効的なんじゃないかなと、まあ、そのために3バックと4バックを併用していくことで相手のスカウティングを惑わすことができると。1週間もない5日間6日間の準備期間の中で、相手チームっていうのは3バックと4バック両方に対応できる練習というか対応をしてか対策をしていかなければいけないので、まあ、3バックのみの 3-4-2-1 のみの、まあ、ジュビロ磐田よりもよりこう対策を練るのに非常に苦労するというか、まあ、2つの可能性を考えて、まあ、相手は対策を立てていかなければならないので、そういう部分においてもこの4バックと3バックの併用というのは非常にありなんじゃないかなと、まあ、またあとはその90分の中において、例えば負けてる時にマサ君がやっていたことっていうのは、やっぱ前線の選手を増やすっていうこと以外に、例えば多い選手を上げるとか、ファビアン、ルキアン、小川航基選手を入れて前を増やすとか、そういったことしかできなかった中で、まあ、高野選手を獲得したことにより4バック、まあ、3バックから4バックに移行し、より攻撃的なサッカーをしていくというのも90分の中で変えることも可能になりましたし、逆に4バックからスタートして、まあ、勝ってる時に、勝ち切るために3バックにシステムを変えるっていうことも可能になっているので、まあ、後半っていうのはかなりこうカメレオン戦術じゃないですけど、相手のチーム事情に合わせてジュビロ磐田は戦い方をシステムからフォーメーションから戦い方を変えていくっていうのが、まあ、したたかな勝ち方としては非常にありなんじゃないかなと思う次第であります。でさらに3選手を獲得したことによって、前半で不動のスタメンであった、選手たちというのも、まあ、スタメンのがもう絶対的ではなくなったっていうのも非常に面白いなと、まあ、ジュビロ磐田の中でかなりスタメン争いっていうのがどの、まあ、ボランチ以外はかなり加熱していく、もう調子のいい選手をどんどん出せるっていう素晴らしい状況になっているので、もうこの選手たちのやる気というか慢心っていうのはもう確実になくなっているはずなので、まあ、そういうところも、まあ、強いチームになっていくための、まあ、必要条件はやっぱチーム内の争いっていうのは強くなるための、まあ、条件のうちの一つだと思うので、まあ、そういうそのあたりにおいてもこの3選手を取ったっていうのは非常に大きいなと、まあ、今回よく考えてみると強化部頑張ってるなと思うのが、まあ、大津選手、鈴木優斗選手、ファビアン・ゴンザレス選手、もうベンチにいる、まあ、スタメンでも堂々と出ている選手たちを J2 開幕前に獲得することができ、さらにこの中断期間の間でスタメン級の3人を獲得したっていうのはかなりもう強化部本気だな、ジュビロ磐田本気だな、マサ君の監督歴の長さっていうのはさすがだなっていうところがあるので、まあ、さらに言うとね、ジュビロ磐田の強化部って強化部長が鈴木秀人さんで、あと強化担当に岡田龍さんと田中誠さんと、まあ、鈴木秀人さんと田中誠さんは日本代表でも出ていた選手なので、結構J リーグのクラブの中でも有名な選手が、まあ、強化部にいるので、まあ、そういうあたりもこう今年いい選手を獲得できたっていうところの一因なのかなと、まあ、さらに言うとヘッドコーチに服部さんがいて、まあ、コーチに中山コーチが入ったっていうので結構豪勢だなと、まあ、現役選手にとってはこのジュビロ磐田のこのスタッフ陣とかスタッフ陣っていうのはすごく魅力的に映るんではないのかなというのも、他のチームから羨ましがられるほどの選手を取れている要因の一つではないかなと思っております。まあ、さらに言うと、まあ、これだけの選手を獲得した今のこの現状で、まあ、2期連続赤字という中でこれだけ多くの選手を獲得した、ジュビロ磐田っていうのは来期もし J1 に昇格できなかったとした時にこの戦力を来季も保つっていうことは絶対できないはずなので、 J1 昇格っていうのがもうマスト、それが最低ラインになったなと。今回のこの中断期間での3選手の獲得によりジュビロ磐田自分で自分たちを追い込んだ形になったので、まあ、これはね、
もう本当勝者のメンタリティというか勝ち癖をつけるためには、自分で自分を追い込むというのは非常に重要なので、まあ、逆に楽しみになったなと。まあ、この、ね、中断明けの甲府戦というのは、相手は4連勝ですか、勢いのあるさらに昇格争いのライバルチームなので、ここで甲府に勝つということが絶対条件になりつつあるので、この中断期間明け、まだ中断期間明けまでかなり時間がありますけど、まあ、甲府戦というのは非常に楽しみだなと。ジュビロ磐田を応援できない熱は、まあ、東京オリンピックというちょうどいい、舞台があるので、そちらで発散しながら、甲府戦の再開を心待ちにしていきたいなと思っております。以上ハリーでした。最後まで聞いていただきありがとうございます。お気に召しましたらチャンネル登録の方お願いいたします。